はい。皆さん、こんにちは、こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は 23V2 レギュラー登場ということで、忖度なしでグレード85以上全選手徹底解説やっていきたいと思います。はい。ということで、ついに来ました、ここまで。最後、大分取りにいた編ですね。長かったね。うーん <laughs>。今が11月の、えー、今日が上がるとして10、10、えー、上がる日が13かな。12か13だと思うんですけど、 ということは、えー、どれぐらいかかったかな、えー、全部やるまで。20何本でしたっけ ?27 ぐらいからやったよね。17日間ぐらいかかったんかなうん。まあ大変でしたね。はい。ということで、まあ途中ね、いろいろ更新とかも挟みながらだったんでね、結構時間かかりましたが、まあとりあえずこれでね、えー、グレード85、全選手、えー、登場した、ね、レギュラーカードは全て評価が終わるということですね。ということで、残りね、大分の4選手ね、今日はやっていきたいんですが、さあ、グレード中にね、いつも通り並べてますが、左からね、 まあ、ここはやっぱりペレイラ選手かな。うん。まあ、やっぱりね、J クラ的の価値もね、結構高い、まあ、選手ですよね。まあ、能力値的にも、ポジション的にも、まあ、十分ね、高い選手なんで、まあ、ここ、レギュラーから当たりが出てくれると、比較的ありがたい選手の一人かなと思いますね。はい。というところでね、仕上がりが気になってる人多いと思いますが、しっかりと見ていきましょう。で、時点で野村選手ね。はい、確かにね、野村選手はね、今年ね、目立ってるイメージありますね。まあ、得点力もね、今年結構ね、戻ってきてると思いますし、 まあパスというところでもね、まあ、精度高い選手だと思うんでまあ比較的トップしたとしてね結構理想的なカードが出やすい選手の1人だと思いますそして、えー、西川選手はい西川選手もね特に前半シーズンとかはねすごく勢いあってまあ、それこそガーディアンもねグレード85以上とか登場している選手なんではいまあ価値はねやっぱ結構上がってきている選手の1人かなと思いますまあ、後半シーズンの限定とかにもなるとねまあ、この前のガーディアン以上のシュートセーバーのカードとかが出てくる可能性十分にあると思いますんで まあ楽しみな選手の一人かなと思いますで。最後、デルラン選手ね。はい。ここまでグレード80手前ぐらいまで行きましたけどね。85手前ぐらいまで行きましたけど、まあ、なかなか超えなかったんですが、今回はしっかりと超えてきたということで、まあ、ペレララ選手同様ね、外国籍のまセンターバックの選手として、まあ、結構ね、やっぱり、ね、価値は、ねまあ、見られるんじゃないかなと思うので、はい。ここもね、どういったカードの仕上がりになっているのかというところはね、楽しみだなと思います。 というね、まあ、4選手が登場しているわけですが、果たして、さあ、どうなってるでしょうね。うーん <laughs>、気になりますね。はいということで、えー、4選手ね、しっかりと見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ、ここからね、評価に入っていきたいんですが、まずはですね、えー、この動画の選手の評価基準についての事前説明をさせてください。では、こちらです。はい、えー、スキル、能力値、総合の3項目を選手ごとに1から10の10段階で評価をしていきます。 でですね、この評価、えー、クラチャンリーグ用それぞれでね出していきたいと思いますので、まあ、それぞれよかったら参考にしてみてください。はい。あとですね、この1から10の、まあ、10段階の,この評価、ね、についての、まあ、基準、目安というところに関しても、まあ、皆さんに、ね、お,つてお伝えしておいた方がね、まあ、内容を伝わることも多いかと思いますので、こちらの目安もねちょっと事前に説明を一緒に、ね、させてください。では、こちらです。 はい、えー、10段階の目安については1から10ご覧の通りとなってまして、まあ、6がね、ちょうど普通ぐらいということでね、真ん中の評価になってますので、ここから下に行くと評価が、えー、落ちていく、逆に上に行けば上がっていくというね、えー、認識でお願いします。で、特に8、9とかになってくるとレギュラーの場合ね、結構高評価になってくると思います。で、まあ先に言っとくとも10はね、まあここまで多分1人もついてないんで、まあ部分的にはついてる人いるかもしれませんけどね、総合的にはついてないと思うんで、 まあそれはさすがにちょっとね仕方ないと思うんですけど、まあ、特にレギュラーだと89になってくると結構やっぱり高評価かなと思いますので、はい、そこをね特にね、まあ出てる選手というのはね、しっかりと、えー、把握しておくと、まあ役に立つことがあるかもしれませんということで、はい、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。で、あとですね、あくまで今回ね、まあ選手の基準ではなくて選手の評価ではなくてカードの評価なんでね、まあそこの選手とカードは切り離して、 えー、見ていただけると、まあ、スッキリねしていただけるんじゃないかなと思いますんで、まあ、時にはねちょっと厳しい評価つけてしまうこともあるんでね、まあ、ちょっと不快な思いする人もいるかもしれませんが、まあ、それがね皆さんのためにでもなるので、はい、そこはねあのご理解いただければなと思います。よろししくお願いしますでは、えー、早速ですが、選手評価に入っていきましょう、まず1人目の選手はこちらです。はい大分トリニータのペレイラ選手ですね。 はい。ペレーラ選手の評価、スキルがクラチャンリーグともに8ということで、ここ高評価です。はい。見ていくと、えー、ダイナミックインターセプト、ハードタックル、スペースへのフィード。うん、いいですね。はい。まあ、クラチャン的に見てもダイナミックインターセプトで裏30乗ってるのも評価がいいし、まあリーグ的に見ても、まあダイナミックインターセプトとハードタックルで、フィードもね、これスペースへのフィードもまあまあ評価できるんでね。まあ、A、スティール、B タックルしっかり持ってるということで、 はい。クラチャンリーグともに8の評価、高評価となってます。ここは印象がすごくいいと思います。はい。で、能力値。まあ、ここもボナセンディフェ込みでね、8は、はい、つけれると思うんで、ここもいいですね。はい。ということで、ここも高評価、8、つけたいなと思います。え総合的にはクラチャンが7、リーグ8という評価になってます。はい。ということで、クラチャンはね、単純にボナセンが EP ついてないので、カードの評価としてね、まあ、レギュラー大体1を落としてますが、 ただ、ここは残り3センスで EP をしっかりと保管で、あの、補強できると、はい、すごくいいカードになると思いますので、まあ、当然、クラチャンの道もね、もうあるかなと思いますので、まあ、EP によった場合はそちらの道を検討していいと思います。で、リーグに関してはも8ね。はい、まあ、これはもうスキル能力値、まあね、ほぼほぼ多くないかなというね、まあ、完璧なぐらいの水準だと思います。 ので、うん、まあ、レギュラーでもやっぱり十分強いかなとまあ、正直限定に劣らないぐらいの強さはあると思うしまあここは当然ねおすすめのレギュラーカードになるんかなと思いますはいということでまあ、ペレイラ選手といえばねあとボナセンあボナセンじゃないえっと、せあ、違う違うう、ポジションね <laughs> ポジション <laughs> 失礼しましたえっとポジションねポジションがえー、まあボランチできるんですよね はい、なのでこう、まあ、一番価値が高いのは、ボランチのディフェッス高い選手としての価値が高い。しかも、まあ、結構スティールメインでね、A、スキルしっかりついてるんでね、まあ、ここのスティールしっかり活かしてね、はい、あの守備できると思うんで、まあ、特にね、まあ、そうね、まあ、パスカット結構大事なポジションですからね、ボランチね。できれば、まあ、ボランチで使いたいところかなと思いますけどね、このタイプはね。はい。ということで、まあ、素晴らしいカードがね、登場しておりますので、 まあ、ぜひ、ここ、レギュラーから、えー、クラちゃん用でもリーグ用でも、ぜひね、狙ってみてください。で、あと、ま、限定とかね、すごく楽しみですよね。まあ、後半、まあ、前半がそれこそね、出てないんですよね。確か、ペレラ選手ね。なんか、違和感あるんですけどね。うん。まあ、フォーカスあたりで目玉になってたりするんですかね。次ね、7段とかね。またね、選手予想もちょっとしないといけないんでね、まあ、選手予想についてはね、おそらく、まあ、ちょっとこの動画のスケジュール上どうなるかわかりませんけど、ま、あ16までにはね、多分出ると思うんで、 まあぜひね、そちらを見ていただきたいわけですが、はい、すごくね、期待かかるところだと思いますので、まあぜひね、そういった限定面とかも含めて、後半ね、楽しみな選手なんでね、まあぜひ、えー、後半シーズン、え、ね、後半シーズンあと半年ぐらいありますけど、えー、ぜひね、注目してみてください。まあ限定出れば大チャンスの可能性もありますんでね、まあそれこそ95とかね、超える可能性も十分にある選手なんで、まあぜひ、はい、えー、いいの来た時はね、より狙ってみてはいかがかなと思います。 まあ当然、このレギュラーカードでもね、十分、当然強さあるので、はい、これでも、まあ、十分ね、通用するとは思うんで、正直ね、はい、ぜひね、これを仕上げて使うっていうのもいいしね、はい、ということで、まあ、ワンシーズン、えー、狙ってみてください。まあ、おすすめの選手だと思います。はい、では続きまして、2選手目見ていきましょう、こちらです。はい、同じこういったトリニータの野村直樹選手ですね。 はい。野村選手の評価はスキルがクラチャンリーグともに7の評価となってます。はい。ここスキルね、まず見ていき、<laughs> 見ていきたいんですけど、えー、エンジェルパス、ドライブシュート、チップパス。あー、まあ悪くはないですよね。組み合わせ的にはね。まあサイドハーフもね、一応できるんで、まあパスだけ生かそうと思えばそこでもまあ一理あるし、まあ、ただ一番いいのはやっぱりエンパスうまく生かすと思えばね、トップ下が一番いいかなと思います。 まあ、中距離シュートのドライブシュートと、あとチップパスと、まあ、エンパスの組み合わせなんで、まあ、スキル発動もね、ある程度すれば稼げるんで、まあ、7ぐらいはクラチャンつけたいなと思います。で、リーグ面でもね、このパスワード評価をして、まあ、7評価は、はい、つけたいなと思います。まあ、正直、ドライブシュートはちょっと当てにならないかなっていうのは正直あるかなと思いますけどね。はい。で、能力値に関しては、ここ、ボナーオンオフェだったらよかったですけどね。まあ、ちょっと伸び悩んでるのに4かなと思います。まあ、4でも悪くはないけどね。はい。で、総合的にはクラチャンリーグともに6の評価となっています。 はい。まあ、クラチャんは単純にね、ボナーセン EP 内部一つ落としてますが、ま、あここもでも EP 乗ってエンパスマまク稼げれば、発動回数ね、稼げると、ま、あそれなりの稼ぎは出るんじゃないかなと思うので、ま、あ一応そっちの道もあり,ありっちゃありかなと思います。はい。ま、ああとドライブシュートとチップパスも別に悪くはないんでね、組み合わせとしてはね。はい。ま、あ悪くないと思いますので、ま、あ一応 EP 乗ったらクラチャんンという道も、まあ、探ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。はい。 で、リーグがね、6。まあ、能力値が乗ってこなかったんで、6にしてますが、まあ、乗っても乗らなくても、そんなに大きくは実際変わんないんだよね。なので、まあ、別に、まあ、使ってみてもいいんじゃないかなと思います。トップ下でね。ただ、その場合は、もうドライブシュートはほぼ期待できないと思った方がいいし、チップとエンパスで、このパサーとしての役割というところに、まあ、注視して、まあ、使うんだったら、うん、なしではないかなと思いますね。はい。まあ、ただね、まあ、他に、なんていうかな。 まあ、それこそトップ下でね、まあ、シュートも打てて、まあ、パサーもね、務めることができる選手なんて、今年結構出てますんで、まあ、そういうの持ってる人からしたらね、ちょっと価値はね、見受けられないかもしれませんが、だから、どっちかというと、まあ、クラちゃんの方が価値高いんだろうね、このカードね。うん。まあ、リーグとなると、やっぱちょっとシュート B がネックになるし、まあ、得点力がないってなると、 まあ、パス要因になるんですけど、パス要因としてもンパスなんでね、まあ、それこそレールパス持ってる選手の方がちょっと使いやすいとかね、まあ、パーフェクトパスは持った選手とかもいますし、まあ、そういうところに比べるとやっぱちょっと分が悪いので、まあ、ちょっとレギュラーに関しては、うん、まあ、なかなかリーグ面はちょっと苦労、まあ、苦労というか他の選手にちょっと競り負けそうかなという印象があるかなと思います。まあ、ただ、パスはとしては悪くないと思うんで、まあ、とりあえずね、つなぎの選手として、まあ、使いたいとかだったらこのカード全然ありだと思うんでね、まあ、そういうところの検討はね、ぜひ手に入れたときにしてみてください。 はい。あと、ま、野村選手も、ま、限定ね、前半の方から出てましたが、後半もね、引き続き、ま、チャンスあると思います。はい。まあ、どこでって言われるとちょっと難しいんですけど <laughs>、そこはちょっと聞かないでって感じなんですけど、まあ、どっかで多分、ま、出る可能性あると思うんですけどね。まあ、それこそね、シーズンフォーカスって結構ディフェンダーの寄りと言いましたけど、まあ、上の方の選手が出てもおかしくないポジションなんで、まあ、そこも一応ノーチャンスとは言えないしね。まあ、いろんなとこを含めてま、まだ探れるとこあると思うんで、まあ、限定もそれこそ、ね、新限定とかもあるかもしれないからね。 まあそういう対象とかになったらチャンスあると思うんで、ぜひね、限定出た時も、まあ、タイプ的にはね、さっき冒頭で言った通り、結構こうやってね、パスとかシュートスキルとかをしっかり持ってきやすいタイプなんで、あの、スキルさえね、しっかりと当たり候補のスキルがつけば、まあ結構見栄えはいいんでね、おそらくね。というところも期待して、まあスキルのつき方というところでね、限定が出れば期待してみてみてください。はい。じゃあ続きまして3選手目見ていきましょう。こちらです。 はい。大分取リにータたの西川幸之助選手ですね。はい。西川選手の評価はスキルがクラチャンリーグともに3の評価となってます。はい。ここはまあゴールキーパーの選手なんでね。まあシュートセーバーがないというのはまあね、当然まあいろいろね、選手見てきたわけですが、まあちょっと評価伸びないかなというところで、まあゴッドハンド1対1、ハイボールディフェンス、これ組み合わせはいいんですよね。うん。まあなのでまあクラチャンリーグともに3ぐらいの評価はつけていいんじゃないかなと思います。 で能力値。まあ、ここはボナセンディフェがあればね、もうちょっと伸びたでしょうが、そこがないので、まあ、実質5止まりぐらいかなと思いますね。はい。で、総合的にはクラちゃんが2リーグ3の評価で出してます。まあ、こことしては、まあ、クラちゃんはね、ボナセンピンないので1つ下げてますが、まあ、ちょっと ABC スキルということもあるので、まあ、それだったらね、まあ、他の選手を使ってもいいんじゃないかなっていう判断にはなっちゃうのは、まあ、ちょっと仕方ないかなと思います。せめてま、レギュラーで使わったらグレード高いところとかですよね。 とかだったら、まあ、スキル、ね、のグレード上がるんで、まあ、EP 稼ぐ価値とかが上がったりする場合があるんですがちょっとねグレード的に厳しいところがあるので、まあ、ここはもう仕方ないかなと思いますね。はい、でリーグ面に関してはまあ3つけてますけど、まあ、ここも同様、ね、シュートセーバーがないので、まあ、ちょっと厳しいところがやっぱりあるかなという感じですね。はいまあ、いた仕方ないかなと思います。まあ、ただ西川選手もねグレード85レギュラーから超えてきたということはもう今後ね まあ一応ね、あの、前半のガーディアンで85超えた実績はありますけれども、まあその時はね、レギュラーはまだまだね、低かったんで、まあ今後の限定とかはね、もうちょっと上のグレード、まあそれこそ89以上とかもね、狙える可能性もありますし、まあそういうところを考えると、この85以上のカードというね、まあとりあえず出たということに、まあここもね、価値は十分見出せるんじゃないかなと思います。まあそれこそね、さっき冒頭で言いましたけど、ガーディアン以上の限定のカードとかが、えー、後半のね、まあその限定にうまく引っかかることができれば、 えー、望める環境にはなってきてると思うので、まあ限定が出るかどうかというところに期待しつつ、まあこの後半シーズンはどういったね、立場になるかというのはそこ次第かなと思います。まあ来シーズン以降とかもね、引き続きまだまだ若い選手なんでね、期待できると思いますので、まあ長い目で見てね、残しておいてもいいんじゃないかなと、個人的には思いますね。はい。まあ特にゴールキーパー定まってない人とかはね、受け広くした方がいいんで、まあしっかりとレギュラーから残しておくことをお勧めしたいなと思います。 はい。では最後4選手目見ていきましょう。こちらです。はい。えー、大分取りに行ったのデルラン選手ですね。はい。デルラン選手の評価、スキルがクラチャンリーグともに5の評価となってます。はい。ここスキルが A の空中戦、B ハードタックル、C パスカットなんですけど、ここはね、まあバランスはいいんですけどね。ここ A スキルが空中戦持ってきちゃってちょっと他がねっていう感じですね。ちょっと他の下のね、グレードになってちょっと窮屈だなっていう感じなんで、 これ A タックル欲しいよね。やっぱこの組み合わせね。うーん。ってなると、まあ、5ぐらいかな。これリーググラチャンともにそんなもんだと。まあ、リーグ、まあ、クラちゃんの方はね、空中戦が稼げる展開になったらまだ悪くはないですけど、まあ、そんなにね、めちゃくちゃ回数稼げるもんでもないしね。ということで、まあ、5ぐらいかなと思いますね。この組み合わせスキルグレードだとね。まあ、いた仕方ないかなと思います。で、能力値もちょっとディフェが来てないので、上積みがほぼなし。ま、あなくはないかな。パワーは別に上がるのはいいんですけどね、空中戦持ってるしね。 まあただ、まあ、基礎値がね、デフェッチ上がってこないので、まあ4ぐらいかなと思います。で、総合的にはクラチャン4、リーグ5で評価してます。はい、ということで、まあここクラチャンのね、評価はね、まあスキルグレードとかもありますけれども、やっぱボナセンが EP ないので、まあ1個ちょっと落ちちゃうかなというところで、まあ4評価は仕方ないかなと思います。まあただ EP 乗れば、まあタックルとかはある程度安定して稼ぐことができるので、4の中でもまあマシな4だとは思いますけど、 ちょっと空中戦がね、発動回数稼げる気がしないんでね、あんまり稼ぎに向いてるとはちょっと言いにくいかなというのは、まあ現状かなと思います。で、リーグ名はね、一応5つけましたけれども、まあこれもちょっとね、よっぽどディフェンチとか乗ってこないと厳しいというところがね、正直あるかなと思います。まあ僕も似たような選手使ったことありますけど、やっぱクロスんだよね。うーん。せめて A のスティール B タックルとかだと B タックルでも許せるんですけど、じゃない場合っていうのはやっぱり A タックル欲しいね。まあその選手の結局まあその、 能力値上げたときとかに強みがまあ出やすいか出にくいかみたいなところもやっぱスキル構成で関係してきますからね。うん。やっぱたた、まあ、例えばのに A タックルだったらまあディフェッチ2000ぐらいあればねそれなりに勝ってくれるよという場合でも、まあ、やっぱ B になってくると2000じゃ足りないなとかなっちゃう可能性もありますからね。うん。まあ、そこの何ていうか安定感とかにもやっぱ影響してくるので、まあ、個人的にはやっぱりここちょっとディフェッチ乗っても厳しいというのがほ、まあ、他の選手と比較とかになると、まあ、現状かなと思いますね。はい。 まあ、ここもデルラン選手もね、初めて85をおそらく超えてきたと思うんで、まあ、どうでしょうね。今後定着とかしてくるともっといいスキルとかもらえたりとか、まあ、それこそ限定とかもね、まあ、出やすくなったりとか、まあ、出場実績とかにね、まあ、よるとは思うんですが、まあ、来シーズン以降もね、もし、まあ、大分でそのまま見れるとかだったら、まあ、チャンスは出てくるだろうしね。まあ、そういったところを踏まえて、まあ、長い目で見れるんだったら、まあ、ちょっとチャンスはもっとね、今後増えてきそうかなという印象はあるので、まあ、残しておいても損はないのかなと思いますね。はい。 まあ外国籍の選手はね、どうしてもね、挙手が気になるところでありますけどね、契約がどうなってるかとか、ちょっと僕もね、そこまでちょっと詳しくわからないので、それ次第によってはね、対談とかもあり得ますから、うん、ちょっとどうかな、まあ、オフシーズン、うん、まあ、契約というところも僕もね、ちょっとね、細かく見ていきたいと思いますが、皆さんもね、ぜひね、細かく見た上で、レギュラー管理とかね、しっかり行ってください。はい、ということで、今回ね、4選手、大分紹介しまして、はい、全体のね、 えー、計何枚ぐらいあったんだろうね。数えてはないですけど、200ぐらいあったんかな。200, も200ぐらいあってもおかしくないね7。7クラブ、7選手とかいたクラブもあったからね。6とかね、5とか。まあ、平均しても5ぐらいありそうなのに、まあ、200には超えてそうですね。ということで、まあ、それぐらいの数の、えー、紹介が終わったことになりますと。うん。まあ、いろんな選手見てきましたけど、 まあまたね、この後いろいろね、そのレギュラー関連の動画がまたまとめみたいな動画がいっぱい上がってくると思うんですが、まあその時にね、もう一回ちょっと見返してみようと思いますが、まあ印象としてはやっぱ結構ディフェンダー系の当たりカード多いかな。うん、今回の後半ね。まあ特にボランチのディフェンチタ会、まあ今回のね、まあペレイラ選手とかもそうですけど、まあサイドバックの結構当たり級の選手とかも、まあ多かったりとか、まあセンターバックででそれこそね、ピンタクヘディングパスカット、パスカットインターセプトかな。まあ特に89以上のね、センターバックの ABB 持って、 で、ボナセンティファンで持ってるってね、まあ結構限定に引けを取らないぐらいの強さをね、誇る、まあディフェンダーのカードが、まあちょっと目立ってた気もするんで、まあそこら辺ちょっと精査して何枚あるかね、数えてみないとわかんないですけど、まあ結構面白いカードあったかなと思うんで、はい、またね、調べ、まあ調べてか振り返り直して、まあいろいろまたちょっとね、まあ、それぞれおすすめ選手とかね、またポジション別とかでやれたらいいなと思うので、まぁぜひね、今後ともね、動画もね、ぜひよろしくお願いします。 ということで、えー、そういう動画がね、早くやりたかったんでね、ちょっと駆け足で最後ね、やってしまいましたが、まあ、結構ね、あのー、まあ、見返すようにもね、まあいい動画になると思うんで、まあ、僕自身もね、一通りやっぱ目を通したいっていうのもあるので、まあ、今後ね、レギュラー更新が来たらまたちょっと大変ではありますけど、まあ、善戦しようかね、ちゃんとグレード85じゃやっていきたいと思いますし、まあ、それに付随したね、まとめ動画みたいなのもね、しっかり作っていきたいと思いますんで、ぜひね、えー、これからの動画もぜひね、よろしくお願いします。では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これにで失礼します。バイバイ。